カダケスは、スペインカタルニャ州、ジローナ県のムニシピ。アルトアンプルダーに遺族する。スペイン本土では最東端のクレウス、岬半島近郊の湾に位置する。元々の地名は、カプデケルス、またはカプダケスで、岩の岬を意味していた。伝統的にカダケスは、漁村として知られており、16世紀以降は、特に有名であった。19世紀には、 生援が盛んになったが、現在工場は残っていない。もっぱら、カダケスの経済は、アンチョビ水揚げで成り立っていた。やがて、周囲から隔絶している、土地柄が芸術家や観光客を引きつけ、20世紀初頭から観光客が集まり始め、手つかずの漁村の風景が維持されるようになる。1905年以降は、バルセロナ、フィゲイラス、 ジローナなどの近郊都市から人々が保養に訪れるようになった。画家のサルバドール・ダリは別荘をカダケスに所有しており、夏季には家族と共に同地を訪れ、詩人のフェデリコ・ガルシア・ロルカも学生時代にそこを訪問している。戦時中、ダリはニューヨークで暮らしたが、1948年に帰国し、カダケスの入り江の一つ、ポルト・リガトに移り住んだ。 他にも、パブロ・ピカソ、ジョアン・ミロ、モーリス・ボワトル、マルセル・デューシャンなどが、同地に魅せられている。1956年には低温の影響で、オリーブ栽培が中止されたが、今日、オリーブ・林は、クレウス・岬自然公園内の運営可能な事業とされており、ボーカリンの役割も果たしている。ありがとうございます。